片手で一つ剥がして、さあ三笘にクリスティアーノがついてきます。足元に入れて相手を見ながら、まあ、間を縫っていきます。三笘体を当ててもう一回三笘薫、左足になって、もう一回三笘だ、打ってきました田中碧、圧巻の三笘薫。すごい体の当て方もうまいですし、形変えてちょっと惑わすような形ですよね。間で三笘、外に旗手、三笘のパス、小林もパス、旗手がシュートを打ってきた、はい、ちょっとレイソルは、まあ、今日初めての形だったんで戸惑いましたかね。小林に入った、塚川のパスから小林、立花田は見送って真ん中、小林を落とした、田中の右足、ナイスキーパー、キムスンギュです。田中のパスから折り返してきます。お、上島のクリア、左足狙ってきました、立花田決定機、少し流動的になってきましたね。川崎旗手ですからね、上がったのが、はい、そうですね、あそこにいましたね、うん、高橋俊樹のヘディングです。塚川、おっと、味方同士交錯、山村が対応したですが、右足ワンフェイク、左足で染谷が打ちました。34歳になりました、センターバックらしからぬ切り返しでしたけどね、はい、塚川です。さあ三笘いった、三笘がいった、もう一ついった、三笘のマイナス、右足やった、最後イエラー、存在感を見せました、三笘薫、さすがでしたね、反則球でしたねまあここで少しボール持って晒すような形から縦ですよね、で崩し切ったところからマイナス、あくところイエラーが準備していると、はい、相手も分かってるんでしょうけども、まあ、冷静に打ち切りましたね。イエラの最後のタッチも、うん、パスするようなシュートでしたけどね、極上でしたね、はい、